日ステレビで今日も素敵な日にパワーオブミュージック。おわすみのテレビは製造会館店名館ヘアメイク花車田原市最高院空手道防空会ヒーリングサロンミネットジョイプランニングご覧のスポンサーの提供でお送りします。パワーオブミュージック、始まりました。始まりました。ワスミテレビフェイスブックライブ配信番組パワーオブミュージックはここドアジドットテレビスタジオからライブ配信したいと思います。よろしくお願いします。さあ今夜もオアシスのテレビパーソナリティのオアシスサンタです。本日よろしくお願いいたします。メリークリスマス。メリークリスマス。ちょっと早いですけどね。そしてはい、MC 兼、ライブフィットネスエンターテインメント代表の中澤ひとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、そして今日は、ギター、ウクレレ弾いてます堀川真二です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあひーちゃん始まりましたけど、パワーミュージックおわすみのテレビ今年ファイナル。ファイナルですね。ということで今年10月3日からね開局しまして、はいはいはい、今日で6回目の配信ですけれども、今日がファイナルということで、今日はねライブフィットネス、インターテインメント、クリスマスバージョンで、はい、バージョンでちょっとお届けしたいなと思ってます。オアシスサンタで、オアシスサンタで、オレンジっていうのがいいですよね。そう、やっぱオアスはあのオレンジ、ま、売ってるんですね。オレンジもね、あ、これはあのポチでね、昨年買わせてもらいました。やっぱオアシスのオレンジカラーかなと。なるほど。いうことでオレンジサンタでね、一つ聞いていいですか。全然あのクリスマス感ないんですけど。いや、ヒットミさんも、ヒットミさん赤とか着てるじゃないですか。一応これ一応そうなんですか。クリスマスカラーで着てます。クリスマス、どこも入ってないんです。しんちゃん入ってないですね。ちょっとチェックが赤なぐらいでね。これちょっと赤なんですよ。これはちょっと赤、はい、これがちょっと赤だそうです。そうなんです。今日打ち合わせなんか始まりましたけど、はい、しんちゃんもねもクリスマス予想で来てくれるかなと思ったんですけど、まさかの通常通り、ね、通常通り、なるほど、まあ、これがしんちゃんでございますけれども、はい、ね、いろいろ12月に入りましておわすさんとこれ大暴れしてますけれども、大暴れしてますね。ね、この前の日曜日もしんちゃん浜松で、はい、大暴れしてきまして、そうですね、野良市というね浜松で、はい、あの開催されるイベントあるんですけれども、そうですね、まあ、こちらで浜松でちょっと大暴れしてきまして、はい、どうでしたしんちゃん。いやー、浜松面白かったですよね。いろいろ盛りだくさんで、内容盛りだくさんで、盛りだくさん、街中でね、すごい出店がいっぱいあるんですよ。あ、なるほど。すごいね、焼き鳥とかね、焼き鳥とか、カキフライとか餃子とか唐揚げとか、うんうんうん、そう、その中でなんか、うん、すごいね、あの10トンウィングトラックをあのイベント会場に乗り付けまして、イベントステージということで、いろいろ一応オアシスさんとプロデュースで、ね、すごい、いろいろやってましたね。やらせてもらいました。空手とか盛り上がってましたもんね。めちゃめちゃ盛り上がりまして、はいはい、しんちゃんもね歌ってくれたんですけど、歌いました、歌いました。何曲ぐらい歌ったんですか。うん、もう80曲ぐらい。いや、もうずっとじゃないですか。まあ、持ち歌以上の曲を歌ってくれまして、はい、で、野良市2019ってことなんですけど、まあね、来年からも、はい、あの野良市開催していくらしいんで、はい、ちょっとね、また次回出れたら私もね参加したいです。あ、もうね、早速あの次のオファーいただきまして、オファーもう早い早い、ちょっとまだあのカメラの前では話せないこともたくさんあるんで、また年が明けてからいろいろ発表していこうと思うんですけれども、ね、はい、ということでね、それこそ今こ裏にありますけれど、聖堂会館県名館、県名館ね、それこそお遊びのテレビの本当にいつもお世話になっています、神戸館長の血管道場が20周年を迎えたということで、はいはい、まずおめでとうございます。おめでとうございます。すごいですね。でですね、第1回この国グランプリ空手道選手権大会という大会が12月の9日の日に戸谷市武道館で行われたんですけども、うんうん、まあ、それこそおわすサンタも大暴れしまして、大暴れ、はい、まあ、大会終わった後のアフターイベントですか、うん、まあ、あのワスタンと暴れまして、一応大会 MC もね、させてもらいまして、見させていただきました。大会 MC も、はい、ということでね、あの動画があるんで、その動画を見ながらレポートしていこうと思うんですけど、はい、カービーさん準備よろしいですか。それでは第1回この国グランプリ空手道選手権大会のムービーズご覧ください。パワーオブミュージック。そう、これ第1回なんですけど、ね、はい、
さあ来てますよ。岡田監督見てくれてます。岡田監督ドラマすごい。これねやったんですけれども、第1回ホノクリグランプリ空手道選手権大会ということで、これね、あの空手キッズから大人の大会、すごい人数ですね。すごい、これ200人ぐらいの参加者がありまして、もう豊橋武道館がフル満員だったんですけども、本当に熱い戦いが行われてまして、選手宣誓された方がね、空手キッズ、それこそ聖堂会館県名館の絶対エースの、はい、絶対エース、そう、これ橋モッティね、シモッティさん、橋モッティさん今日見てます？橋モッティ、いや、出遅れてますね、出遅れてます、はい、出遅れてますね。今回のフルコンプラスというね、はいはい、新しい競技があるんですけれども、はい、こちらアマチュアの大会で武道奨励金なんか10万円を、はい、館長と、うん、市館長と、はい、川辺ちょっとポケットマネーから10万円ずつ出たということで、フルコンプラスというね、あと顔面の頭突きありの、女性の方もそう、ね、すごい殴り合い、ちょっと怖いですね。これカラッキッズすごいですね。すえ何歳からいるんですか？もう一番下の子は、一番下の子でも幼稚園とかいると思うんですけれども、本当この大会も盛り上がりまして、普段ね神戸館長とかプライベートでもすごいお世話になってるんですけども、うん、はいはい、あんまりこういった館長の審判姿とか見る機会が大会しかなくて、やっぱ大会見るとね、やっぱかっこいいですよね。かっこいいな、うん、やっぱ普段の館長とは違いますね。違いますよね、うん、目が普段はやっぱスイッチ切ってますけど、プライベートではそうですね。でこれほんこれ熱いと面白いのがあったな。大人の戦いはちょっと痛そう。もうこれね顔が真っ赤になりまして、うん、お館長がすごい、館長が応援しますね。これ日本同情生が見てくれる、ね、白井選手という、ね、大きい体大きい方、高校1年生の絶対です、絶対です。これ青田選手ですね、これプロの格闘家、あ、この方も、うん、そう、でこれ石井館長にも出てますけれども、石井館長、あの競馬の創立者ですか、すごいですね、K1 そう、K1 で、これですわ、出ました、これアフターイベント、田代圭さん、これやっぱね、あれなんですか、アフターイベントもやっぱ負けちゃった子供いるじゃないですか、うん、やっぱちょっとこうね沈んでる奥さんもいると思うんですけれども、うん、やっぱこう田代さんの肉体を見るとみんな笑顔になる、そうですよね、みんなしかも格闘系だから余計に燃えますよね、見るって言っちゃうとね、これね本当にマイクは思うんですけれども、筋肉は人々を笑顔する、うん、素晴らしい、これ本当ね、なんか拍手拍手喝采ですね、はい、アートですね、アート、肉体美ですから、ショーブパンツですね、いやこれショー赤いショーブパンツも、クリスマスでね、うん、クリスマスなんて、あ、出ました、お菓子投げ、うん、お菓子投げですよね、うまい棒ですか、これはね、うまい棒だとちょっとね、あの散乱してしまうんで、はい、まあ、飴だったりね、そう、サンタさん、サンタがオアシスサンタ、あのもう激しいですね、激しいぞ、これ大暴れもう子供キッズ大暴れ大人気なんかズボンがもう落ちてきてますもんね、本当ですね、危ないですね、そう本当に今年1年お世話になりまして、本当こういう大会でもね、まあ、パフォーマンスやらせていただいたり、あの MC もね神戸館長から依頼ありまして、本当ね神戸館長には1年お世話になりまして、でもね20周年パーティーも大変盛り上がって、そうこの大会の後に、うん、20周年式典をねやったんですけれども、はい、それも映像アワーあるんですか、映像はこれないんですけど、ない、うん、はい、MC がオアシスさんで、そう素敵でした、あのね、それこそ俳優の式典には俳優の木下ほうかさん、ね、いらっしゃってました ね来てまして、それこそ無茶ぶりで、うん、あのひとみさんにも一曲歌ってもらったけど、歌いましたハッピーバースデーを歌わせていただきました、ところでこの聖堂会が県名が神戸館長20周年改めておめでとうございます、今後ともよろしくお願いします、お願いします。ところでしんちゃん、なんか年明けになんかワンマンライブがあるということで、はい、あ、そう告知いきなりですけど、いきなり、ね、よろしいでしょうか、はい、はい、堀川真二カフェノードワンマンライブ、やります。で1月25日土曜日にですね、うん、あのやるんですけども、僕の一応ワンマンライブなんですけど、ゲストがいるんですね、おでそのゲストに、うん、中澤ひとみさん、ありがとうございます、呼んでいただきました、ありがとうございます、あの別名肩幅という、別名ね肩幅っていうチームでやらせていただいてます、密かにブームになりまして、アコースティックユニット肩幅、うん、名前の由来はカメラの前では話せません、そうまだこれはちょっと内緒なんですよ、はい、ですね、で今日もね実は、うん、あのライブ後でね、そう演奏タイムがあるんで、ちょっと肩幅の
演奏をね楽しんでいただければと。この後クリスマスライブ、クリスマスなんでね、ちょっと子供のさんでも見れるようなちょっとライブをしようかなと思います、はい、それとあとゲストにサモハン達也君っていう足軽のねあのギター弾いてる子がギター弾いてくれて、あとカホン叩いてくれるマイルさんっていう人がいる、はい、いますね。まあ、盛りだくさんのライブが、はい、そうですね。ゲストもいっぱい。ゲスト1月の25日の土曜日ということで、はい、こちらマイル券の方はちなみに、もうメッセージソールドアウト、メッセージください。まだねギリギリあるんですよ。あ、ギリギリある。まだあります。ギリギリちょっとだけあるんで。ギリギリちょっとだけ。はい。チケットのお問い合わせはお早めにということで、こちらはしんちゃんまでお問い合わせくれればと思います。Facebook などでも、うん、メッセージもらえれば、はい、うん。あんまたくさん入れないですもんね。わーっとね。あ、そう、そうですね。カフェノートさんですもんね。はい。なんか逆にアットホームな感じでいいですね。楽しみです、私も。あ、そうですね。ちょっと広い、吹き抜けになってるんで、空間が。楽しみです。なるほど。いいですね。はい、ということで、まあ、チケットのお問い合わせはお早めにということで、若干チケットが残ってるんで、堀川真司さんの Facebook だったり、Instagram、Twitter ですか。はい。からのお問い合わせ。何でもよろしくお願いします。はい、ということで、この後ね、スペシャルライブ、後ほど、行ってくれるということで、本日よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、ということで、ここで一本 CM、青銅会館、県名館の CM 参りたいと思います。川辺さん、よろしいでしょうか。パワーオブミュージック。はい、あっち、行けはい。はい、ということでお遊びとテレビゴールドスポンサー様空手道航空会のお二人が今日スペシャルゲストで来てくれてますので、まずはもう知らない人はねいないと思うんですけども自己紹介よろしいでしょうか。はい、空手道航空会総社の為川淳です。こんばんは、皆さん今日よろしくお願いします。という、はい、大石さん、あ、開局おめでとうございます。あまだ開局祝いをねお渡ししてなかったので、ありがとうございます。遅れましたけど、ありがとうございます。本当におめでとうございます。ありがとうございます。大変おめでとうございます。ありがとうございます。すごいありがたいですね。ありがとうございます。開局おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、空手道航空会の指導員兼、指導師範事務をやっております近藤と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは本当におわすみとテレビ、ゴールドスポンサーになってくださいまして感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。恐縮です。こちらこそありがとうございます。ご縁いただきました。いや、ありがとうございます。というのも早速なんですけど、まず映画トラバース、これ東三河オールロケを行った映画トラバース。はい。こちら主演の高梨純役ということで、はい。本当お世話になりまして。はい。もう今本当この東三河を飛び越えまして、はい、先日は東京ですか。はい。東京で。東京の渋谷、はい、そして、ね、この年末には京都ですか、京都大阪、はい、にも進出ということで、まずねあのトラバースの PV がありますので、ちょっとそちらをね、はい、ご覧になってもらいたいと思いますけど、川辺さんよろしいでしょうか。パワーオブミュージック。誰がアキを殺したんだ。アキさんが自殺するような人には思えないんだよ。自殺に見せかけて殺されたの。自分の命を守るよりもあなたたちを守ることを選んだ。何するんですか。おい、しっかりしろ。いやー、うわっ、うわっ、うわっ、光もあれば闇もある。良いことも辛いことも。行ってくる。大切な人を守りたいから。俺が殺した。
ごめん、ブータン上位詳しい。自分を超える、映画を超えた怒涛のリアルアクション。今岡田監督も見てくれてると思うんで、うん、岡田監督見てますか、岡田監督見てますか。まず映画トラバスということで、はい、近藤さんがプロデューサーをされたということで、はい、あの本当におかげさまでこの東向川で撮らせていただきまして、うん、はい、あのたくさんの方の応援いただいて今全国に向けて発信をさせていただいております、はい、全国ですよ、全国で、はい、今日来ていただけて嬉しいですね。すごいお忙しい中、ね、この後とあの空手ライブの話はね、はい、していこうと思います。まずトラバーズ、本当東三河オールロケということで、そしてあのノン CG ノンワイヤーアクション、はい、ということで好み一つで頑張っていただきました。好み一つで27時間頑張っていただきました。27時間はい、怪我とかはもう全然されないですか、やっぱありますか、ちょっとは。そうですね、ゼロではないっていうことですよね。もうでもスタッフさん もうみんな、はいはい、朝夜明けから夜明け過ぎまでみたいな、うん、夜明けから夜明け過ぎまで、夜明けから夜明け過ぎ、24時間27時間と今ありましたけど、監督ちょっと途中で、ね、寝てましたけど、ね、監督寝てます今はい、しですね、内緒で、はい、いやバッカモンって言ってますね。あ、バラすんじゃねえよ今、ね、見てくれると思うんで、はい、本当この東三河、本当東三河の、ね、ロケ地本当にいいロケーションがあったと思うんですけど、はい、この浜名湖とかでもね、うん、やられました。本当にこの映画トラバース、東三河のいいところが、うん、たくさんね、はい、あのロケーションがありますけれども、この東三河オールロケの映画を全国そして世界に発信ということで、はい、今全国飛び回って飛び回っておりますおかげさまで本当にご好評いただきまして、はい、で制作委員会の方が、まあ、豊橋で凱旋上演をやりましょうかということで、うん、今回空手ライブの方で参戦していただけることにもなりました。お、今回空手ライブ、そして映画トラバースフェス&空手ライブ、はい、ということなんですけども、ちょっと画像じゃよろしいでしょうかね。空手ライブのこれも今度の日曜日実はもうあるんですけれども、はい、こちら見どころ、プロデューサーから見て、プロデューサープロデューサーのから見て、はい、映画を見ていただいた後に、うん、実際にその映画の中に登場した武器であるとか、うん、技で空手の技であるとかっていうものを実際に見せてあげることができますので、ほう、映画の中で見て手に汗を握っていただいて、うん、実際に本当にこれだけ威力があるんだよとか、こういうふうに使うんだよっていうのをタメガイをはじめ黒身のものが実際にお見せすることになります、うん、あ、じゃあ本当に映画で使ったその機材というか、もうじゃこの空手ライブでご披露というか、まあ、演舞という形で、はい、そうですね、はい、武器法とか、はいはいはい、そういうものも映画の中で使った武器も、あ、はい、実際にじゃあそうですね使って、空手ライブということで行うんですけども、はい、今年はあれですね、公会堂の方で、はい、豊橋公会堂、こちらオープンが、何でしたっけ、18時会場になります。19時から開演ですね。12月22日、はい、日曜日、もう今度の日曜日です。そうですね、もう今ね練習もすごいされてると思って、お忙しい中今日は来てくださいました、こちらこそありがとうございます。師範から見てこの空手ライブの一番の見どころなんか聞きたいなと思います。そうですね、うん、いつもはもう空手ライブだけで、うん、今回はトラバースの制作委員会とコラボレーションの企画なもんですから、はい、ライブの方はちょっと時間的にはコンパクトにまとめてあるんですが、はいはい、うん、映画の中でやはり今おっしゃられてたように、見ていただいた直後に、うん、生でそのもう空手の武器も含めてですけど、はい、トラバースで使っていたいろんな技とか、ほう、そういうものを生ですぐにその場所で、迫力を、見ていただけると。あ、はい、トラバースも上映するってことですか。はい、そうです。あ、そういうことなんですね。そうです。前編上映した後に、はい、実際にステージで空手ライブ。そうですね。そういうことなんですね。はい。そう、知らずに。はい。映画も上映会として、はい、制作委員会
の方が、はい、ほう、そういただきまして、企画ということで、はい、じゃあこれ本当このね、トヤシで上映しましたけど、まあ見逃した方も公開堂に来ていただければトラバースも見れちゃうよと、はい、おろ、お得な一日、お得な、そうですね、はい、もうだからもう全部の尺はもういつもよりもちょっと大幅に2時間20何分とか、はい、2時間半ぐらい通ったので、ほう、楽しんでいただけるイベントになってますので、しかも安いですよね、前売りでちょっとびっくりした、今そのね長さで前売りチケット1400円、はい、これ映画でも1400円ぐらいですもんね、そうですね、まあ、映画も見れて空手ライブも見れちゃう、自分たちの地元ですからね、なるべく大勢の方々に本当にご覧いただきたいという我々の願いで、はい、これはこれはお得な情報当日券もでも1800円で結構安いですもんね、はい、もう急に時間が空いたっていう方はぜひね、ぜひぜひ駆けつけていただきたいですね、ちなみにチケットの方は若干残っちゃう、若干、はい、若干残ってるんで、はい、お早めに、まあ、空手道航空会さんに連絡してもらったり、はい、まあ、近藤プロデューサーなりに連絡いただければ、はい、マイル券をまずゲットしてもらって、はい、あ、そうです、映画を見て、あ、それすごいですね、楽しんでいただけると思いますこれは見物だと思います、ぜひともね、スケジュール空いてる方、うん、そして、まあ、お早めにチケット、はい、当日券もでも少しはあるかなと思います、かなと思います、かな、はい、かな、ぜひ お早めに、ぜひお早めに、はい、今度の日曜日ですので、はい、今度の日曜日なんで、はい、ぜひともこれで、本当映画トラバースを見た後に空手ライブ生の師範の演技、はい、そしてで航空会の黒帯の演舞さん、はい、演舞を、演舞をお見せします、まあ、一部出演者の、うん、トークショーもありますし、はい、サイン会とかはないんですか、ありますか、若干あります、若干ありますお時間が結構あるので、はい、そういっぱいなところがしますが、会場のね、はい、時間の都合とかありますが、はい、できる限りは、はい、そうですね、皆さんと、はい、お目にかかりたいと思います、ぜひぜひ、本当今年は空手ライブスペシャルなフェスになると思うんですけど、はい、この空手ライブっていうのは今年で何回目になるんですかね、2000年からですので、うんうん、でもイレギュラーにフィンランドっていう国でも空手スーパーライブやらせていただいたので、うん、それも入れますと、どうだろう、もう20回目とかですかね、すみません、聞きました、フィンランド、フィンランド、サンタクロースの、そうなんです、そうですすみません、ちょっとすぐに頭が回らず、ね、はい、なるほど、フィンランドでも空手ライブちゃんとそれ狙っていただいたんですね、きっとねあ、もちろんでございます、もちろんですね、もちろんですすごいですね、今年はじゃあスペシャルな本当ライブが、そうですね、うん、いつもはあの空手のまた競技にならないところ、うん、例えば武器とかそうですし、うん、護身とかね、あ、はい、はいはい、まあ、瞑想法みたいなのも含めてですけど、うん、映像も使ったりとかしてトータルでこう武道の空手のこう競技になかなかならないところも皆さんに楽しんでもらおうっていうような、うんうん、そういうイベントなんですけど、今回はトラバースとの合同企画ということで、うん、そういうところもこうちょシンクロしたようなね、なはい、高梨純 VS 為田純みたいな風に言ってくださってる方もお見えなので、はい、はいはい、じゃあこの本当にライブで一人二役またですね、はい、師範の顔とトラバースの、高梨純の顔が二つ見れちゃうということで、ね、で近藤プロデューサーももちろん、いや自分は陰で、演舞、はい、ね、やらせていただきますすごい、去年見たんですけどすごいですよ、やっぱり、ありがとうございました、生の演舞本当に素晴らしくてですね、はい、ありがとうございます、本当になかなかそういうところじゃないと 見れない姿がやっぱありますんで、すごいお遊びの去年見に行かせてもらったんですけど、やっぱ感動しますよね、ありがとうございます、感動するんですね、感動、うん、そう言っていただけるとに比べてか妙理に作るところですがそうなんです、はい、本当空手ライブ本当にね、今年のトラバース今年6月でしたよね、上映が、そうですね、うん、はい、完成披露が、うん、あと完成披露は2月かな、うん、で6月に、この辺りの豊川さんとか で、はい、でその後は、浜松とか、うん、名古屋、小田原、浜松、安城、その後東京ですかね、今大阪、京都、京都を鍛えて、はい、すごいですね、その後はまた全国に、はい、あ、全国に、はい、また来年もね、あの全国様で、本当にもうお世話になりっぱなし、本当にありがとうございます、すごいことですよね、応援してください、はい、そしてこう世界にね
そうですね、向けて、はい、発信してもらいたいと思います、はい、豊橋で見れるのは今回が最後かもしれません。そうだから、はい、豊橋で見れるのがちょっと、あとは全部外に外線に行ってしまうので、あ、なんか空手ライブでしか、もしかするともこれで見れないかもしれないと、はい、いうことで、最後のチャンスは今度の日曜日です、うん、はい、12月22日の日曜日、皆様ぜひお越しください。お待ちお待ちしてます、ね、お待ちで今年なんかそのね、昨年とかライブとか、ライブというか 歌、はい、歌とかあったと思うんですけど、はい、今年は今年もあ、ゲームサウンドクリエイターのシーンは、うん、三好武信さんという、はい、あの友人がいるんですけど、うん、彼があの航空会のテーマソングをいっぱい作ってくれた、歌ってくださってるもんですから、はい、あの今年も、彼のライブがあります。なんと、熱いんですよ。なんと初めてで、まだ親友なのに、うん、東京でやったのに見てくれてないんです、映画を。あらじゃあこの日に初めて親友の、ね、はい、ね、でもあの生のまた感想もね、はい、トークショーで、うん、彼らと一緒に、うん、トラバスについて熱く語る、ショーもありますし。なるほど、先ほども申し上げましたけど、はい、出演者も何名か、はい、何名か、誰が、それは言えない、今まだ、はい、カメラの前ではシークレット、ね、はい、そうですね、はい、でも、はい、お楽しみ、誰が来るのかな誰が来るのかは当日来ないとわからない、はい、そうですね。監督はどうですかね監督どうですか、監督あの映画の方に大阪で入って、今振ってみただけです。そう、監督がね、前でね、監督、岡田監督見てみるからね、見てくださってます。見てる、あ、橋本やってきました。あ、橋本さん、橋本さんお久しぶりです。ちょっと待ってください、はい、今手振った時の、うん、私手すごい小さいんですけど、手めちゃ、私と見てください。あらま、これ見てください、ちょっとわかりますこの手の大きさのさ、私すごい小さいんですよ、今びっくりしました。そうですね、さすがですね、赤ちゃんとあれみたいな肩幅じゃなくて手のひらっていうチーム名でちょっと何かやりますか嘘ですけど、すいません、ちょっと言ってみました。今乗りそうになりました。すいません、今シーンがちょっと乗りかけました。すいません、ちょっと言っちゃいました、失礼いたしました、はい、乗りそうになりました、はい、本気にしそうになりました、まあ、いつでも OK です、はい、とりあえず、ね、短い時間ではありましたけれども、最後、はい、視聴者の皆さんに向けてちょっとメッセージいただけたら、はい、はい、皆さん、映画トラバース、この地域でオールロケをした映画です。もうスタッフ、キャスト一同、先ほども申し上げてましたけど、27時間、はい、もうぶっ続けの撮影とかがもう何日もあったりとかして、もう命削るような思いで生み出した作品です。もうこの辺の方々にもぜひ、またまだご覧になられてない方々にも、もう見たと言われる方にももう一度見ていただきたいですし、自分の主催する空手道航空会が毎年行っている空手スーパーライブ、今回は空手ライブとしてですね、コラボレーション企画で、すぐにその場所で空手の技をまた見ていただける、生で、はい、そういうコラボ企画になっていますので、ぜひ皆さん、22日日曜日、午後7時から開演で、会場は午後6時です。ぜひ豊橋市公会堂の方にお越しください。よろしくお願いします。お待ちしております。近藤さんから、はい、ありますでしょうか、一言、豊橋でのラストチャンスになるかもしれません。ぜひ皆さんは見に来ていただきまして、映画の中で、あ、この技がこの技になってるんだなというのを、また空手のライブで見ていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、映画トラバースフェス&空手ライブ、12月22日の日曜日、公会堂に全員集合でよろしくお願いいたします。お待ちしております。お願いします。短い間でしたけど、今後とも、おわすみテレビ、そしてオアスビーズ、そしてひーちゃん、そして映画トラバース、応援のほど皆様よろしくお願いします。本当ありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、ここで CM 入りたいと思います。オアシスウェーブ、間違えた。
のライブフィットネスです。受付では元気なスタッフがお出迎え、スタジオそしてカラオケルームも完備しております。施術ルームもございます。一番人気暗闇リズムエクササイズ、ディスコのような雰囲気で脂肪燃焼、とにかく楽しいプログラム。そして体感ホットヨガ、体を伸ばして体も心もすっきり。新しいプログラムのドラムフィットネス、ストレス発散になりますよ。最後はリラックスストレッチもございます。キッズスクールも開講しております。元気に楽しくかっこよくダンスです。歌って踊って最後はお茶をして憩いの場のフィットネススタジオ、中高年からのライブフィットネスです。さあガラッと変わりまして、はい、今日はライブフィットネスエンターテイメントから、うちの、愛のあるインストラクターと受付スタッフ、はい、兼ヘッドマッサージのスタッフの里子さんに来てもらいました、はい、よろしくお願いしま す, お願いします皆さんのインストラクター、そうですね、里子さんは、うん、あのヘッドマッサージで受付をしてるんですけど、うん、2人はインストラクターをしてます。はい、そしてひとみさんが代表、はい、一応あのライブフィットネス改めライブフィットネスエンターテインメントとして、はい、10月からまた新たにやらせていただいております。でうちのインストラクターも自信を持って、うん、はい、もうお客様にご提供できるようなプログラムをやらせていただいてますので、もう今日は、うん、パワフルとパワフルとパワフルとそしてスマイルスマイルスマイルのお二人を連れてきました。はいはい、緊張してますよね。あのね、大丈夫ですか？ちょっといつもとね、いつもと違う、あの、まあ、すごいねパワフルなんですけど、はい、今日はちょっと、もうこんな感じで、そうそう、ね、まあ、ちょっと緊張して、まあ、生放送で打ち合わせもなくいつも始まりましたから先ほどなんかで、ね、ライブ の, うちあのリハーサルやってましたから、はい、本番前にちょっと紹介じゃ あお願いします。紹介しちゃいましょうか。じゃあ、はい、自分でしちゃいます。もうインストラクターなんで喋りは上手なはずなんで、はい、じゃあそうですよね、はい、インストラクターお願いします。まなみインストラクター、はい、はい、名前だけでいいんですか？はい、大丈夫です。どうもどうもどうもこういう感じなんだはい、フィットネスインストラクター、カミカミじゃないですか、フィットネスインストラクターのまなみです。はい、まなみインストラクターです。まなみインストラクター、まなみインストラクターは普段どういったインストラクターとかいろいろプログラムがあると思うんですけど、あります。今月曜日の、はい、2時10分からのリズムエクササイズっていうのを担当してます。リズムエクササイズ、はい、暗闇の中でダンスを踊るようなプログラムですね。あの暗闇フィットネスですか？そうです、暗闇フィットネス、ライブフィットネスの、はい、を担当されてる、はい、なのでダンスが得意なので、お、はい、もうダンスといったらもうマナミインストラクターという感じに。なるほど。最近実は入っていただいたんですよ新入りです。新入りでございます。新入りです。今日はね、あのね、それこそ、中澤ひとみ代表を丸裸にしたのかということで、あのマナミインストラクターを見て、うん、ひとみさんってどう映ります？はい、一言で言うなれば、一言で言っちゃってください。頼むよ、はい、あ、もうバシッとバシッと、やんちゃガールですかね。やんちゃガール、でもうちょっといつまでたってもガールじゃないですか、やっぱり。あ、そうですか、はい、ヒーさんなんかもうちょっといいことない、うん、いい言い方ないんですか？やっぱりもうそれやんちゃガールイコールぐらいじゃないですか、ね、イコールぐらいで他に何かないの、はい、ないもうない、まあ、やんちゃな心を忘れちゃいけないと思うんですけど、常に持って、まあ、やんちゃガールガールと、まあ、ガールって言っていただけて感謝感謝です、はい、じゃあ続いて、はいはいはい、ドラムフィットネス担当してますミヤです。よろしくお願いします。ミヤさんです。もうスマイル一番のミヤさんです、はい、でも私の右腕をしてくれるような、うん、もうパワフルでスマイルがもう一番な元気なミヤさんです。ミヤインストラクター、ドラムフィットネス、そう、ドラムフィットネス、これね、実は後ほどもうちょっと紹介も入れたいと思うんです、はい、こういうスティックを持ってドラムフィットネス、はい、叩くような、ドラムフィットネスっていうのを新しく、今年から始めてるんですけど、そのインストラクターをやってくれてます、はい、あ、なるほど、はい、この後ね、じゃあスペシャルライブで、スペシャルライブちょっと堀川真二先生とセッションがあるということで、そちらもお楽しみということで、はい、はい、ということで、ヘッドマッサージもやってるんですよ、ライブフィットネスは。そうです、まあ、実はうちの母ですね、うん、母です、お世話になっております。ママです。受付嬢の、はい、受付嬢の里子さんです、はい、
ちょっとあんまりね喋るのが、うん、恥ずかしいと思うのでとあとみんなの母をやってくれてます。あみんなの母、うちスタッフみんな女性がほぼいますので、はい、みんなの母親をやってくれながらで、うん、やっぱりマナミインストラクターもそうですし、まだ他のインストラクターもまだ子供さんが小さかったりするので、うん、やっぱりなかなか仕事とか大変じゃないですか、はい、そういう時にはさとこさんが見てくれたりとか、そういうのもやりながらお互い支援しながらやらせていただいてます、ね、みんなのお母様役と、はい、そうあとヘッドマッサージをやっていて結構人気があって、うんなるほど、はい、でしかも結構格安でやってますので今日はクーポンを後ほどプレゼントしようかなと思って、視聴者プレゼント、視聴者プレゼントで1000円割引にしちゃおうかな、1000円割引、じゃあ今日の動画をシェアしてくれた人で、はい、そうですね、はい、シェア、はい、シェア今日のこともよろしくお願いしますお願いします。そこでライブフィットネスはいろいろイベントもね、そうですね、ねやってるということで、やってますカラオケ合戦とかなんかカラオケ合戦やってます。でも、次は1月の新春でまた紅白歌合戦やるんですけど、うんまあ、2ヶ月か3ヶ月に1回ずつ、はい歌えるまあフィットネススタジオということをやらせていただいてるので、はい、実際今日で動画がありますのでちょっと見ていただければ、カラオケ合戦のそれを見ながらちょっとレポートをしてもらうと思うんですけれども、川辺さんよろしいでしょうか。それではカラオケ合戦動画パワーオブミュージック、これ定期的にやってるんですか。そう定期的に2、3ヶ月に1回ずつねやらせていただいて、出ました審査委員長イボマチコ先生でございます。あれイボマチコ先生、はい、これ、はい、また新しい、そう新しいイボ涼子さんの、はい、妹という設定でマチコさんなんですけど、設定でマチコさんイボが反対なんですね、はい、でこう当時いたみすみさんがこういた時の映像なんですけど、うんみんなでこんな感じで紅白に分かれて歌い合うんですよ。こんな感じで本当にあれですね、本当に真剣勝負ですから、真剣勝負ですね、真剣演歌も飛び出せば、ちなみに、はいはい、これ一番高齢者というか一番のお姉さんってな、何歳ぐらいいるんですか。歌にいるのは、70代の方が一番上ですかね。フィットネスにいらっしゃる方でも83歳ぐらいの方が一番、83歳、はい、が踊ってますフィットネス、はいはい、すごいですね、はい、多分今日見 見てくれてるかな、え見てくれてる、あ違うんですけどみゆきさん見てないから、今みゆきさんがちょうど映ったので歌ってる、みゆき見てくれてると思うんですけど、みゆきさんもちょっと歌ってくれてます、今通ってくださってるのでこんな感じで最後は審査委員長がこうちょっと歌ったりなんかして、うん、おひねりをいただくと、おひねりをいただく、まあ、これはちょっと嘘のお金ですけど、おひねりをおひねりタイムというのがありまして、みんなでこう楽しむという、また1月にあります、うん、あ1月にね、はい、これそれこそカラオケ の生徒さんというか、そうですね、が参加参加だったり、これ一般の方も実は参加できて、うん、会員様も無料で参加できるんですよ、実は無料、無料なんです、0円0円0円で参加できちゃうという、ほう、なんとも面白いイベント企画なんですけど、一般の方も1000円でなんとも面白いですね、なんとも面白い、0円なんですはい、はい、なのでとにかく歌っていただくっていう、なるほど、イベントなので、これ定期的に行っていくということで、そうですね、2、3ヶ月に1回、はいはい、で1月は、1月の終わりに新春紅白歌合戦ということでまたやらせていただきます、うん、はい、じゃあそれも参加費が、まあ、一般の方も、一般の方はね1000円でやらせていただいて、いければ、参加できちゃうと、参加できます、オアシスさんも参加できます、オアシスも参加しちゃおうかな、じゃあね、しちゃいましょうか、でもなんとも平日なんでねなんとも平日、平日なんでこんな格好してます、普段働いてますからね、そうですよね、そうですよね、忙しいですもんね、ということでそれこそクリスマスイベントもなんかね、先日行われたということで、はい、ビリーさん、そうなんです、ビリーさんちょっとお話ししていいですか、ご説明よろしいでしょうか、ビリーさん、ビリーさん、一時期ね一躍有名になった、ビリーズブートキャンプって、うん、皆さん知ってるかと思うんですけど、そのビリー隊長の息子さんがブロードウェイのダンサーとシンガーをしてまして、うん、でフィットネスのダンスプログラムを、うん、こう世界にまあ広めている方の第一人者なんですね、はい、でその方とちょっと私が8年前に出会わせていただいて、うん、でビリー・ブランクス・ジュニアが今回なんとゲストでライブフィットネスにクリスマスパーティーに来てくださいました。実はその動画があるということで、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。見ていただきながらじゃあレポートを、ミヤさんは大興奮してます、あ大興奈美子さんとミヤさん大興奮あいやまなみちゃんはちょっと来れなかったんですけど、じゃあ大興奮してる映像も多分どっかに出てくると思いますので、はい、それでは動画ご覧ください、お願いします。これいつ行ったんですか、ちなみに。先週の、うん、あれ日曜日ですね、はいはい、先週の日曜日14日の日に行いました。まずキッズのダンスタイム、
じゃあこれビリーさんのプログラムというか。そうですね、ビリーさんの振り付けと、うん、ダンスプログラムをこうみんなで大人も子供もやるという感じで2ステージにさせていただいて、うん、お昼からは大人の方がこういう感じで踊って、もうみんなハーハーでしたけどもうでも興奮してました、やっぱかっこいいから。ブロードウェイで活躍されてる人が、うん、あ歌もね、そう一緒にやらせて、スタンドバイミーを一緒に歌わせていただいて、もう私が一番感動してるんですけど、はい、はい、これあれですよ、会員さんなんか限定という話も聞きました。そうなんです、今回はもう会員様限定でやらせていただいたので、うん、もう会員様のみで、みんなあれ手振ってますね、みんなもうラララやってます、ラララですか、はい、ビリーとラーラーしてます、ビリーとラーラで最後もみんなでこんな感じで撮影してっていう感じでやらせていただきました。もうお客様大興奮で、大興奮ですよね、はい、はい、ということでね、ひーちゃん実はなんかビリーさんから、はい、お休みのテレビの視聴者様に、はい、スペシャル なんかあの映像、そうですね、一言、視聴者の皆様にというか、お休みの TV さんに、うん、ちょっと一言メッセージをいただいてますので、よかったら見てください、はい、いや嬉しいです、ありがとうございます、はい、ということで今日は、ね、この貴重な映像になると思うので皆様、はい、本当にぜひと見てもらいたいと思います、ぜひぜひぜひ、はい、ということで川辺さんよろしくお願いします。Hi, Oasis Mizuno TV. I'm Billy Blanks Jr., the creator of Dance It Out. Oasis Mizuno TV の皆さん、こんにちは。ビリー・ブランクス Jr. です。ダンスイットアウトの創始者です。We just did a large event for Live Fitness. We had so much fun. You gotta visit Live Fitness. Live Fitness さんの方で、ディオのイベントをやっていただいたんですけれど、本当に楽しくて、ぜひ皆さん、Live Fitness の方に行ってくださいね。Ready?The power of music. Power of music. Oh, power of music. はい、言ってくれてます。こんな感じで言ってくれました。ありがとうございます。はい、ビリーありがとうございます。ありがとうございます。またビリーにもこの映像を送りたいなと思ってるので。はい。はい。あ、そうですね。これ見てくれてると思うね。はい。ぜひぜひ、はい、見ていただければなと思います。はい、ということでこの後、はい、スペシャルライブ、はい、お送りねしていこうと思うんですけれども、その前に CM 入らせてもらいます。はい、川辺さんよろしくお願いします。パワーオブミュージック。はい、ではですね、もうすぐ、クリスマスになります。でちょっと早いですが、皆さんの知ってる曲を今日は堀川さんと、セッションさせていただきたいなと思いますので、俺が噂の、はい、カタハバチームカタハバです、よろしくお願いします。じゃあちょっと行きましょうか。今もうね堀川さんすぐこういうことするんですよ。こっちから行きましょうか。はい、こっちからで、はい、じゃあ聞いてください、クリスマスソング赤花のトナカイです。
ということで、堀川さん今日はじゃあ、はい、ちょっと一曲いただけるってことでいいですか、はい、お願いしちゃっても。了解しました。じゃあ堀川さんの、ちょっとライブをお楽しみください、はい、じゃあ堀川真嗣で一曲聴いてください。かさぶたという曲です。待ってました。かさぶた。ライブフィットネスの方とセッションします。ライブフィットネスの、ドラムフィットネスっていうのを、ちょっと堀川さんに、ギターで弾いていただいてクリスマスソング、さっきあったね、赤鼻のトナカイで、ちょっと今日は、うん、皆さんにこんな感じのプログラムだよっていうのを、実はいつも暗闇の中で、ミラーボール回ってる中でやらせていただいてるんですが、それをちょっと今日はやらせていただこうかなと思います、はい、じゃあ堀川さんよろしくお願いします。はい、はい、じゃあお願いします。まなみインストラクターです。みやインストラクターです。ひとみです、はい、よろしくお願いします。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
は金曜日朝11時10分から、そして私のクラスは月曜日、10時じゃなかった、1時10分からやらせていただいてます。よろしくお願いします。そしてマナミインストラクターの、クラスは、リズムエクササイズが、月曜日2時10分からやってますので、よろしくお願いします。じゃあ最後、お、じゃあちょっとこれを、もう最後になりました。じゃあちょっとスティックを貸していただいて、せっかく今日ね、世界の堀川さん来ていただいてますし、ワンマンライブがワンマンライブがあるっていうことなので、ミヤインストラクターとマナミインストラクターとちょっと踊りをしながら、笑顔の歌をお届けしたいと思います。踊りで少しステップタッチを踏みながら、もし視聴者の皆さんまだ見てくださってますか？たくさん今日視聴してます。本当ですか？ありがとうございます。なのでちょっと皆さん手拍子で少しステップを踏みながらラララ歌っていきたいと思います。では聴いてください、笑顔の歌です。座っていいの？はい、大丈夫です。あ、どうもどうもどこで今日ですか？素敵な感じ、本当に10月3日からお休みと開局しまして、はい、今日の、ね、令和元年ファイナル配信となりました、はい、本当この番組はたくさんの笑顔、そして元気をね、今後も届けたいと思いますので、皆さん今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。そして今日ほどしはん、はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ぜひとも映画トラバース楽しい時間ありがとうございました。空手ライブ公開堂に足を、はい、運んでもらいたいと思います。お願いします。さあ、そして神戸館長も20周年ありがとうございます。ありがとうございます。本当に試合
幸せでしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それであのひーちゃんも本当ありがとうございます。ありがとうございます。またライブフィットネスよろしくお願いします。しんちゃんもありがとうございます。また来年も、はい、呼んでください。はい、はい、そしてあの視聴者の皆さん本当ね、あの温かく見守ってくださいましてありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、また来年もこの番組からもね、笑顔と元気を発信していきたいと思いますので、たくさんの方をね、本当支えてもらいました。お休みの本当に幸せでございます。本当ありがとうございます。おしんさん、イエーイ。最後、ふーさん、これで締めますか。はい、映画の中で、はい、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、つながってラーラーラー、笑顔の声やーい。はい、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 もう一回いきます。はい、リハーサルもなんか始まりましたから。ワン、ツー、スリー、ラーラーラー。